僕たちは大宮アルディージャー96年組です。はい、本日は1996年生まれの大宮アルディージャー優秀出身の4選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ではまず小野選手からキャンプ今日11日目が終わりましたけども、キャンプはどうですか今のところ。楽しくやってます。練習の方はどうですか。きついです。ありがとうございます。ゴッドは、うん、久しぶりの同期と、ま、生活というところで、ま、キャンプというちょっと、ま、特殊な環境ですけども、楽しく過ごせてますか。いろんな話、昔話しながら元気もらってます。カズマとマサトも、ま、順調に練習の方は取り組めてますか。はい。リハビリ頑張ってます。わかりました。ありがとうございます。そうしました。みんなはその1996年出身でアカデミーの時から一緒ということですけども、小学校からチームメイトだった人っていうのは、おこの3、俺とマサキ、あ、2人だけ、小4の多分夏、あ、いや多分夏ぐらいから一緒でやってました。ジュニアの時から2人で一緒、ジュニアの時一緒でした。その時にカズマとゴッドは別のチームで、うん、そうですね。その時の対戦経験っていうのは、スクール選抜でやったわ。俺もスクール選抜だった。小学校から知ってました。あ、お互いは知ったんだ。はいはい。カズマのことはみんな知らなかった。俺はだってもう小学校の頃なんて放課後ね、野球ばっかやってた子だから。で、中学校からみんな一緒に感じです。そうです。じゃあその3人と会った時のこう印象っていうか、なんかそれは覚えてないかな。カズマ的に一番誰が思わんの。一番最初は多分ゴッドも行った時、そのスクール選抜でジュニアと堀崎で試合した時に、もう2人にチンチンされました。へえ、それは覚えてない。ただめっちゃちっちゃかったんですよ本当。2人とも身長が、あ、そうなんだ。ちっちゃい左利きのなんかちょこまか小回り利く選手で、ちっちゃくてうまいってイメージだった。ちょっとまあ学生時代の話になりますけども、中学校の時にこう、まあ、チームのムードメーカーというか、こうやっぱ力が強いというか、そんな存在の人って多分いたと思うんですけど、カズマね。カズマっす。やっぱ基本的にはカズマはこうしっかり、カズマはもうめっちゃとんがってました。そう、やばいっす。いやもうやばいっすよ。マジで手の出るやつとか、なんか口がすごいやつとか。いや、口すごいやつ。口がすごいやつ。口が、それこそ西武さん、ああ、コーチね、結構いい。すごいっすよ。試合中、もう俺と西武さんだけなんかもうバーンって、コーチに対してもあそう、でも他プレイしてんのに俺だけブラーってやる。そう、マジで良くなかったの。あれ良くなかったね。でも今考えられないですよ。ああ、そうそうそう、その姿が、俺はそう思う。へえ、別人で結構いろんな質問が来ていて、コロナ禍でやっぱゴッドが一番しっかりしてるっていう思ってるんですけどっていうね、投稿を加えて、勉強は誰が一番こうできましたか。マサヒトじゃない。成績的にはマサヒトが一番いいんじゃん。成績的には僕。え、マサヒトって勉強できんの？できるできる。まあでも多分ゴッドがマサヒト勉強頭いいと思うよ。この中でめっちゃ賢いと思う。賢いさでした。ちなみにカズラがね、才能持ってるよ。実は。いや、持ってない。ない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 。それに付随して、まあ一番のしっかり者、意外とまあこう見えて私生活しっかりしてる。まあ、いろんな言い方あるかもしれないけど、こう整理整頓できてるとか、時間に、ゴッドだな。俺カズマ全然だな。全然俺しっかりしてると思う。俺もしっかりしてない。全然カズマ全然しっかりしてない。いや、ゴッドかな。これはイメージが、イメージイメージがキャプテンやってたって。ああ、そのじゃあ高校の時の話になるけど、キャプテンっていうのはどういう流れでゴッドになったんですか。俺はっきり覚えてる。ゴッドがやりたいって言って。2期が、うん、いや、キーパー別で練習やるから、うん、フィールドの方がいいんじゃないかって言って、うん、なぜか俺出てきて、じゃあどっちにしますかってなって。そうだっけ。ゴッド先やりたいっていうか、やればいいじゃんってなったんじゃん。いや、母さんは結構覚えてんだね。めちゃくちゃ覚えてます。かわいいやつ、すごい。なんでだ。ちょっと続いていろいろと質問をしていきたいと思いますけども、まあ、この中で、カズマだけが結婚をしているという、次に結婚しそうなのは誰ですかっていうので、まずじゃあカズマからちょっと3人を見てみて、誰が一番結婚しそうですか。これちょっと考えろよ。まあ、ゴッドかな。さあ、ちょっとその選出理由。いや、やっぱ一番落ち着いてる。
レディーファーストみたいな。そしたら今度はボードを持ってもらってクイズ形式にしたいと思います。異性としてこの中で結婚するなら誰を選びますか。うわうわカズマやな。いろんな多分みんなね、ちっちゃいから丸と×じゃ両方決める。ああそうだね、絶対無理なのと、じゃあもう強いて選ぶならっていうのでも。せーの、オープン。おお。おお。なんかやな、嬉しい。ゴッドに選ばれる。入っちゃう、嬉しい、ね。じゃあこれはじゃあマサヒタから1個ずつ聞いていこうか。じゃあ異性のパートナーとして選ぶならゴッド。まあじゃあ理由を。ゴッドはキーパーなんで包み込んでくれる。包容力。包容力。包容力。確かに本当落ち着いてるよね。カズマはもうバツ。カズマしかいない。理由とかじゃなくて違いない。いや俺はこの位置は俺ってこと。続いてカズマ。まあ、ゴッドを選んだ理由っていうのが、いやただ単になんかリードしてくれるかな。ああ女の子目線高評価。そうだね、なるほど、そういうことね。こうあの丸と×をはっきり言ってくれそうな。おお、マサヒトは書いてる傷つかなさそうだいやそんなそういう忖度が与えられる。分かりました。じゃあ×をさ言う方が難しい。じゃあちょっとゴッドお願いします。それはマサトで、これゴッドが選ぶめちゃめちゃいい。じゃあちょっとマサト選んだ。マサトこう見えてめちゃくちゃ人思いというか、すごい考えてる。考えてんの。おかしいおかしい。じゃあやだやだ、逆にそのね、あの大学まで一緒だった朝日とちょっとダメっていうところで選んだ理由って。いやもうね、俺知りすぎてるよ朝日と。気持ち悪い。いや違う違う違う、気持ち悪い。友達としてしか見えないっていう感じ。いいとこしかないじゃん。え違う、めっちゃ自分の時間あるよ朝日って。自分の世界持ってて自分の時間あるから、俺は別に全然気にしないんだけど、もし彼女の奥さんになるってなったら、ちょっとそっち側から気ぃ使うなって思う。いや、彼女の奥さんには違うか。俺はそうだ。じゃあ、ちょっとマサトの方はじゃあお願いします。マサヒトって選んだのは、一緒に行って、こういうこと楽しいなって思っちゃうから。だから、ゴッドとカズマと一緒に行って楽しくないだけじゃないけど、ちょっと頭おかしいんで。マサヒト頭おかしいんで。かわいいやなんか。でまあでもカズマはこれはもうカズマしかいないな。ああもうまさきと全く同じです。ピヨピヨピヨマジでいいな。るほどですね。じゃあ分かりました、ありがとうございます。はい、したらちょっとじゃあめくってもらって、じゃあ次はじゃあちょっとクイズな感じで、クイズというかクイズというかちょっと分かってるかなっていうところで、皆さんの左隣の選手、まさきとで言うとまさきの誕生日。うわ、待って、わかんない、わかんない、わかんない。じゃあ、いや、これやっぱみんな一緒に月まででいいですか。月まででいきましょう。あ、月だったら確かに。じゃあ今そこまでしようか。え、ちょ、全員の行こうね。あ、全員の、あ、じゃあ全員書こうか。いや、自分以外の3人の書こう、その方がいいかも。じゃあ、行きますね。ちょ、全部ちった。じゃあ、オープン。はい、はい。ほう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 、6月25って6月25って、あー、これ合ってたからね、これ6。うわー、うわ、あ、あれさ、ちょっと待って、一昨年やってるやん。やってるやんって言ったけど、間違えてるから。え11月になってる。え俺9、あ、9、そう、9だね。9、惜しい。惜しい。じゃあちょっと一人ずつ、じゃあね、打っていきましょう。どっちか誰も当たってない感じ。え、だってでもまさきと8月でしょ。てか8月9日まであって野球までだって。あ、ほら、え、あ、すげー、カズマだけだよ。まさきって覚えやすいんだ。唯一カズマだけ。ほらほらほら、野球好きだからでしょ。あ、そう、違う違う、俺の誕生日の月っていうのは覚えてた。次の、そうだね、カズマ、そう、俺、まさきと、まさきだったんだよ。いやじゃあ唯一カズマだけが
マサヒトをピンポイントで当てたっていう8月9日で俺に当てられると思うで。でも覚えた覚えたこれ覚えたねこれでね。マサトが11月あじゃあ9月9月でしょ6月でしょ6月だから6、7、8、9じゃん。そうそうそう覚えやすいじゃあ次もう一個クイズ出します。はい、皆さん の、まあ、昔 の、 その試合に関わるところなんですけど2010年のプレミアリーグ参入戦ベガルタ仙台戦多分みんなスタメンで出てたと思います。この試合で同点ゴールを決めた選手の名前をフルネームで言った、はい、いいですか。じゃあみんな行きましょう。せーのオープン。えこれいやーもう絶対タクム。正解はタクム。そうだよ。タクムがこぼれ球をバーって、タクムが入れた後バカすかしたんやろ。あっちじゃん。いやこれはひどいあっちじゃん。マジでタクム。いやーやっぱりカズマは記憶力がねすごいな。カズマすごいわ。オッケー、じゃあこのクイズはこれでじゃあ終了したいと思います。ちょっと締めの方にじゃあ行きましょうかね。じゃあみんなはもう今年 25、今年のチーム多分平均年齢が 25.5 ぐらい、なんかチーム内での振る舞い方とか変わりそうですか皆さん。全然ないね結構もうなんだみんなこう仲いいというかあんま先輩っぽい雰囲気出さないから下のことは、ね、この世の中の今この状況もあるじゃん。円卓でご飯食べないとかさ、うん、みんな同じ前向いてご飯食べてる話したりができないから、うん、そうだからそんな練習もさ、あんま絡んでない。絡んでないな、うん、俺が一つ面白いなと思ったのが淳が「正人のことは正人」って普通の生活で呼ぶのに正人だけは正人って言って。そうなんですよ。そうなんですよ。俺のことリスペクトしてるんですよ。そうなんですよ。それはそうなんですよ。正人リスペクトしてるんですよ。そうなんです。なぜかしてくれてるんですよ。普通になんかロッカーとかから正人っていうのに正人くんの言うことは。でも正人くんっていう割にはタメ口なんですよ。あ、そっからね。正人くんって言うんですよ。最後にちょっとじゃあ一人ずつじゃあまあ今シーズンの目標を一言ずつじゃあ。意気込み。結果にこだわりたいです。今までこのシーズン7年目なんですけど、4点が最高なんですよ。だから結果にこだわって5点以上取りたいです。わかりました、ありがとうございます。そしたらじゃあゴッドもお願いします。大宮に帰ってきたからには1試合でも多く出場して大宮の勝利に貢献できるように頑張りたいです。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあカズマもお願いします。僕は最近怪我が多いから怪我をしないように大事で食べるものとか気をつけたいと思います。ありがとうございます。じゃ最後のまさきさん個人としては1年間を通して試合に勝たせられる選手になれるように頑張りたいのと、チームとしてはもちろん J2 優勝 J1 昇格という目標に向かって、まあ、特にこの4人でチームを引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。いいや、いいですね。いや、いいですね。素晴らしいよ。じゃあ、本日は大宮ルディージャー96年組の皆様に登場していただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。